それでは続いてのお便りです。ヤガミンの生き延びで見せる絶対絶命都市3、こちらパート6の狂った街並み見慣れた景色より、こちらですね17分15秒のコメント。3ってパートナーの好感度を上げるために何か必要だったっけ。そうですね、これね、なんていうんですかね、なんかピンとこない人も多いと思うんですけど、3の場合は何かその例えば物をあげるとか飲み物を分けてあげるとか傘をさしてあげるっていう好感度の上昇はなく選択肢になりますね。なのでこれ選択肢よくよく見ていくと基本的にはサキさんに対して何かしてあげるかあやみちゃんに対して何かしてあげるかっていう選択肢に分岐しておりまして、これをどちらを選んでいくかによってサキかあやみの好感度が上がっていくと。ではっきり言って1周目はそこまで関係ないんですけど2周目以降プレイした時に大きな違いが出るかなっていったところでございます。といってもこの動画ではね今回は前回みたいに八神 H さんの物語までやるみたいな感じのことがないので須藤のシナリオみたいなものがないので今回は1周しかやらないというところで言うともしよろしければ PSP やビータとかでね絶対絶命都市3触ってみていただければいろいろと参加最後のところ見てホンホンってできるのかなと思う次第でございます。というわけで今回も本編どうぞ。はい、はじめましての方ははじめまして、そうじゃない方ははじめまして、やがちゃちゃというわけでございましてですね、やがみはでお送りします生き延びてみせる絶対絶命として3パート8ということでございまして、前回ですねさきちゃんがね学校のところでね歌ったシーンがありましてねギター1本でねドラムとオルゴールまで鳴るというですね偉業達成してくれたところなんでございますけども、今回はその続きからプレイしていきたいなというふうに思っております。でもってですね先にお伝えしとくと、あのシーンちょっとこのシーン覚えといてほしいシーンかなとは思いますね。忘れないでもらっといた方が後々いいんじゃないかなと。で覚えてますかね、前回あれなんですよね、なんかあっちの方から声がしてねっていうところだったんですけど、懐中電灯はつけたままでいいや、ほーら光源だぞこの野郎ね、近づいていきましょう。早速イベントから見ていきましょう。なになに、そんな人だかりができて。ここで言い争ってる時間はありません。早く東地区の避難所に移動してください。ほう、何言ってるんだよ、ここで待ってれば救助が来るはずだろう。そうだよ、こういう時は下手に動き回らない方がいいんだ。なんか大体ねこういうこと言うやつってなんかね自分の経験談じゃなくてね、なんかニュースでそう言ってたぞみたいな感じの言い草ね。まあ続きどうぞ。ですからこのセントラルアイランドはいつ沈んでもおかしくないんです。さあねえ、どうしてそんなことがわかるんですか。あなたは一体何者なんですか。そんな嘘信じないぞ。じゃあ早く逃げなきゃね。えもうこれのね気弱感半端ねえっていう、まあこれね、どうしてそんなことがわかるのかっていう、まあなんつうんですか、当たり前な質問してみましょう。どうしてそんなことがわかるんですか。そうだそうだ、ちゃんと説明しろ。私は地質学者の石沢というものです。以前この島の地盤を調査したことがあるのです。急に信頼感増したな、おい、地質学者というこの単語。石沢？どこかで見た顔だと思ったら、前からこの島に欠陥があるって騒いでたやつだ。そうだ、俺もニュースで見たぞ。でもこいつの話は全部デタラメだって言ってたぜ。ほう、ん？おや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 、なんというタイミング。急に石沢の話に信頼感増すしストレス溜まるしだな。みんなもうね、皆さん落ち着いて聞いてください。西地区の地盤はもはや崩壊寸前です。ですが東地区ならまだしばらく持つはずです。急いで東地区の避難所に移動してください。おい、とにかく移動はした方がいいみたいだな。まあ今の見ちゃったらね、そう決断せざるを得ないシチュエーションよね。ここにはいなかった、あとは東地区か。ほう、誰か探してるんですかね。さあ私たちも行きましょう。そこの二人、君たちはあやみの、あやみはどうした。ごめんね、首元までしか照らしてなくて。え、葉月さんならあなたを追いかけていったわ。
もあったんじゃないの？あやみめ、余計なことを。君たち、石沢という男を知らないか？全部間が悪いな。石沢っていう人なら東地区の避難所へ向かったけど。そうか、石沢ね、石沢って。氷川さん、刑事が石沢っていう人に何の用かしら。さあさあ、いろいろとね、分かんない話ですね。さあ、マニュアル36、ストレスケア読んでいきましょう。ストレスケア。被災者が抱えるストレスは想像を絶するものである。家族や友人を、家を仕事を失った心の傷は相当なものがある。こうした被災者と接するとき、頑張れは禁句である。十分に被災者は頑張っているのである。ゆっくり被災者の話に耳を傾け、聞き手に徹することが誰でもできる、何より必要なストレスケアである。まあね、もうね、人によりけりだけどね、シチュエーションはね、そりゃなんていうんですか、しんどいよね。まあもちろんながらしんどいよね。ね、目の前でね、ビル、マンションがね、沈んでね、うわ、もしかしたら僕たちもって思ってるけどね、ベンチに座れば全回復っていうね。ちなみに気づきますかね、一緒に座ってる時に若干サキちゃんがこちら側に身を寄り添おうとしてる感じ。これでここで好感度がどれぐらいになってるのかなっていうのをある程度測ることができるようになってますが、まあとりあえずいいやということで。というわけでございましてですね、学校を出てしまいましょう。さあ、学校出ましたらですね、ここからですね、またどんどん先に進んでいきたいなというふうに思っております。まあとりあえず登場人物としてはあと 1,2 名ぐらいかな。見ときたいのは、こっちか。あれ、こっちだっけ？違うな。こっちだ。うろちょろ、うろちょろ。塔に向かわなきゃいけないんですね。さあ、というわけでございましてね、とりあえずね、ここはガンガン走っていただきましょう。ねえ、いつまで懐中電灯持ってんだろうね。それにしても、懐中電灯左に持つ派なんだね。なんか、利き手の方で持っちゃう気がするんだけど。今も初めて思ったけど、高坂くんって左利きなのかな？さあね、というわけでございまして、雨が降っていて目の前には雨傘ね。これはなんかちょっとあれですよね、シチュエーション的にはね、絶対絶命都市1をね思い出すシーンでございますね。さあ、というわけで今回はこちら、なんだっけ、災害前にある傘。地震発生後、雨が降ってきた時、傘は重要なグッズになる。雨に濡れると体温が下がり、体力を消耗することになるから、傘があれば絶対に雨から身を守ってほしい。また足を怪我した場合に杖の役割も果たす。まあ、確かにね、傘でね、なんかね、杖代わりにして動いてね、怒られたこととかね、ある人もいると思うんですけど、で、ここなんですけど、ね、この傘、渡せないんですね。なので、ここに関しては、まあ、自分がね、濡れないように、ストレスがたまらないようにするために傘を差す分には構わないんですけど、少なからずサキちゃんにあげると好感度がアップとかそういうことはないので、あくまで自分のために、傘を装備していただければいいのかなというふうに思っております。というわけでございましてね、目の前にはなんか大きな塔がありますけど、こちらに向かってさらに歩いていきましょう。さーて、ここのね、マッピングがね、いまいち俺理解できてないんだよね。よいしょ。ね、ニークンコンパス。まあ、取るけど装備はしねえかな。可愛いかなって思ったかな。なんかあれ、洗剤のさ、あれに見えた。なんかそういうさ、あれだよ。ね、雨がっぱと。ね、まあまあ、ここら辺のものも取ってもいいんですけど、ただこんなこと言っちゃダメなんかもしれないですけど、絶対絶命都市3シリーズは、絶対絶命都市3は、あんまりゲームの中にある設定を活かしきれてないところが多々あって、この雨に濡れてストレスがっていうのもここぐらいなもんなので、別にその雨に濡れないようにするためのアイテムを厳重に取る必要はないかなって感じです。雨雲コンパス。だから、別にね、そこまで神経質にアイテムを集める必要もないかなといったところでございますね。さーてさーて。とりあえず私が欲しかったのはここかな？よいしょと。ここのベンチのここに当たった。ね、法都新聞3があるので、法都新聞3をゲットしておきましょう。ストレスもまだいいかな？先に法都新聞読んどくか。読むと。よいしょと。法都新聞3。世界的アーティスト来たる。3月中旬、セントラルアイランドの中央記念公園特設ステージにて、世界的人気アーティスト、フェンネル&ブルーサンダーのライブが行われた。
フェネル&ブルーサンダーの世界ツアーは7年ぶりとのことで、この国では新興名セントラルアイランドがその開催地に選ばれた。ライブには10万人のファンが集まり、彼らの代表曲ミュージックレボリューションなど30曲が歌われた。もうすげえ長尺のライブですね。まあ、法都新聞ぐらいかな、ここで撮っときたいのは。でこれさえ撮っとけば、あとはなんとなく今目の前に見えてるあのところに向かって走ってしまえばいいかな。ここにあるのも確かオキガエ類が大半なんですよね。よいしょ、ね、というわけでございましてね、目の前にはね大きなタワーとあとは橋が見えてきましたね。さあ先に進んでいきましょう。さあ中央記念公園ね、毎月かなあれは、運河西岸西岸、はい。さあさあ見て橋が、おやおや、橋が完全に崩れてやがりますね。他に橋は、さあ辺り読み渡してみると、あそこ人が渡ってるわ。お、他のところにも橋があるようですよ。さあ橋の危険読んでいきましょう。災害マニュアルです。地震によって橋は道路と橋の両端に大きく段差ができる。また橋の継ぎ目がずれることもあり、この段差によって車両が通行不能となるね。これもうあれですね、だから橋とかのところはねやっぱ車通りとか厳しいとこですね。さあさらに読んでいきましょう。河川の氾濫、大地震発生時に河川や海の堤防が破壊され大量の水が市街地を襲い、地震と同時に水害が発生する危険性がある。特に古い堤防に囲まれた0メートル地帯は要注意である。海外製の堤防が地震の揺れで崩壊すると津波による大災害が発生するね。これに関してはね、まあ、ちょっと2で見たところもねあるのかなっていうところもありますが、とさあここで大きな揺れ、セントラルタワー付近ということでございますけども、今の揺れによってどうなっていってしまったのかと。この先ねロケハンでも何回も死んでんだよね。おやおや、高坂くんとさきちゃんが随分いる位置違いますね。あ、ここは大丈夫なとこかな。よいしょ、一回耐えて、あーぶーでしょ、あ、違う、あ、ほら、ほら、行ったじゃん。ゴボボボじゃないよ。ゴボボ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 。そうなのよ。ここね、トラップなんですよ。あのね、ロケハンでもやったわ。今のね、さきちゃんが右にいるから、右に行きたくなるんですけど、右ね、間違いルートなんですよね。バッテンルートなんでございますよね。まあ、ここはね、リトライポイントまでが早いから、さっさと行こうぜ。というわけでございまして、キャラが操作できるようになったら、まあ一回耐えて、でこれはですね、ここの地面がねちょっと下がってくれてるのを利用して、こちらの左側の段差を登って、そこからよいしょ渡っていくと、危ねえ、で渡っていきましたら目の前の段差を登っていくと。さあしかしながら上のセントラルタワーの部分が折れてる感じ。さあマニュアル40、危険な建物とは読んでいきましょう。大地震時にはビルのガラスや看板が上から降ってくる。この危険から身を守るためにはそばのビルの中に避難する。その際ビルの柱に X 字や斜めのひびが入っているビルからはすぐに出ること。これは前段破壊といって、その柱は鉄筋まで切れており、余震などによってそのビルが崩壊する危険性があるね、というところでございましてね。あれ今読んだの違うやつ、あ、合ってはいるのか。一回読んだやつに近かったよね。ほぼ読んだやつだったよね。あれだよね、これあのさきちゃんと一回休んだ時あたりぐらいに読んだよね俺ね。すげえ読んだ記憶があるんだけどね。ロケハンの時さすがに声出して読まないからね、声出して読んだ感覚があるかどうかだけで俺記憶にしてるんだけどね。さあさあというわけでもうちょっと続いていきます。さあ謎のカメラワークからスタート。足長いのね。さあというわけでね、まだ危険な状態が続いているわけでございますが、とりあえずは目の前の段差を登っていく。よいしょと。さあいる位置がね、さきちゃんと合流できそうなところですね。さあというわけでここに関してはとにかく先についていきましょう。よいしょ、危ないよと。
さあ後ろのセントラルタワーが崩れてくると、よいしょと。さあ危険な状態プラス揺れが続くとね、あんまり道もね太くないのでね、こことかでねバランスを崩して落ちちゃうというのは避けたいところでございますけども、よいしょ、 OK で、さらに前へ前へ。さあなんとか橋を渡ることに成功した気がするが、もうちょっと先行った、そこもうちょっと先行ってから落ち着いた方がいいんじゃないかな、危なくないかな。さあセントラルタワーが完全に崩壊、さすがにこれを見て少しストレスがたまる。島が沈んでいく。さあというわけで、先ほどね西側にいましたけども東側に移ってまいりました。見慣れた景色が徐々に徐々に沈んでいくのをね目の当たりにしていかなきゃいけないと。高坂からすればね、これから新しい気持ちを馳せていく場所だったかもしれませんが、さっきからするとね、もともと住んでいた場所なので、自分が住んでいた、自分たちが知っている場所がどんどん崩れていくっていうのはやっぱ辛いものがあるのではないかなと思います。さあというわけで、よいしょ、どこだっけな、ここら辺にもねベンチが、まあベンチ先に座っとくか、よいしょ。さーてね、お疲れのところでございますけどもね、セーブはしないよ、ただただ君はねストレスを解消するためだけに座っているんだよ。あとね、仕事のストレスがあった時にベンチ座って君ほど全回復したことないんだよね。俺もベンチ座ってふーっていうだけでその青ゲージが全部なくなるぐらい寛大な男として生まれたかったな。さあ報道新聞4。さあというわけで4問読んでいきましょう。よいしょとね、マイツーンが市民の憩い。3月下旬セントラルアイランド中央記念公園で市民ボランティアによる公園とマイツ運河沿岸の清掃運動が行われた。参加した市民は13,020人に上り、市公園管理事務局の関係者は市民の皆様にとって公園とマイツ運河が親しみのある場所だという表れだと思うと話した。中央記念公園では各州に大規模なフリーマーケットが行われ、マイツ運河では釣りを楽しむ人や遊覧船を楽しむ人々でにぎわう。市は今後もこの場所を市民の憩いの場とするべく様々な計画をしているという。今日のテレビドラマ腹ペコ水湖伝第4回、空腹のリ・エイジ・チャムラヒトシが柳の大木を引き抜き、その根を食べてみると通りかかった、黒田ニョキロウが一人での飯は寂しかろうと共に柳とを食べた。リはそれが嬉しく、柳の味は涙の味だと泣いた。へえ。さあ先に進んでいきましょう。さあというわけでございまして、目の前に階段がありますが、階段のところまで行きますとイベントが発生いたします。あ、あそこなんか乾いた音がしましたね。あれは氷川さん。おや、拳銃向けてるけど、おー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 、あ、おお、なんだなんだなんだ。見て、あの橋、人が流されそうになってる。そう、ね、橋のね、ところで流されそう、まあ、流されそうじゃないけどね、っていうシチュエーションもね、絶対絶命とし2の、高速のところ辺でね、料理長を助けるときにやった気がしますけどもね。さーて、この橋の右側に、おっと、茶色い服の人が見えましたよ。あ、この人あれじゃないですか。なんか地質学者みたいな人ですね、この人ね。何があったのさ。ありがとう。大丈夫ですか。確か石沢さんでしたよね。なぜ私の名を。そうか、さっきの避難所で見ていたのか。あらあら、これはやばい。橋も崩れるのでは。おーっと、崩れ出してる。橋がそんな。さあ、退路が分断されている状態。マニュアル45、川に取り残されたら。河川の周などに取り残されたら、手を振る、大声を出すなどして慌てずに救助を待つことが基本である。無理に河川に飛び込むと水流に飲み込まれそのまま流される危険がある。水位の上昇の危険がある場合は樹木などできるだけ高所で救いを待つ。
いやこれはね、何かしらして退路をね確保しなければ戻れない状態でございますね。さあ右に見えるのはですね、トラックが見えますね。このトラック、近づきますと矢印が2本。さあトラックを押すね、アクションしましょうね。ここでね、私は今トラックを押しているぞというアピールをしていく、トラックを押しているよというアピールをしていく。さあさきちゃんが合流。さあゆっくりとゆっくりとトラックを押して、なんとかこの隙間を埋めれるだけのね状態が確保できるかといったとこ。よいしょ。さあトラックを押して、たまたま運よく橋のような形になってくれた。なんとか戻ることができたようです。ありがとう、助かった。しかし彼は、さあね、石沢と氷川との間にって、まあこれね、何があったのかやっぱ聞くのが一番かなと思いますね。石沢さん、氷川さんと一体何があったんですか？君たち氷川君を知っているのか？理由はわからないが、彼は私を探していたらしい。だが会った途端銃を向けられて、殺されるかと思った瞬間、さっきの地震が起きて、まさかこんなことになるとは。おじさん。ん？聞き覚えのある声ですね。あやみちゃん。よかった、無事だったんですね。高坂さんに本庄さんも。私ずっと氷川さんを探していて、皆さん見かけませんでしたか？氷川はね、目の前でね、まあこれ本庄さんから伝えてもらうのはね、ちょっとかわいそうだし、かといって黙っていってしまってね、またあやみちゃんが探しに行っちゃうのもちょっとまずいので、まあちょっとここは自分の口から伝えましょうか。実は氷川さんは、いや私から話そう。じゃあ最初からお前が言うって選択肢というか、なんだろう、お前もう聞かれて俺らが悩む前にお前が喋れよな。氷川君はたった今この激流に飲み込まれた。おそらく。え？そんな、嘘でしょ？すまない、私がすぐそばにいながら助けられなかった。まさかあやみとね氷川の関係がこんな感じとはね、ちょっと思ってない感じだったわけですが、といったところでございますがですね、ここら辺でお時間がちょうどいいところというかですね、この後のイベントがですね、あれなんですよ、ね5分ちょっとかかるイベントになってしまっていて、そのイベントをそのままやってしまうとですね、時間がちょっとオーバーしてしまうかなと思いますので、とりあえず今回はこの辺とさせていただきまして、また次回はですね、改めてちょっと振り返りを私の方から喋らせていただいて、そのまま続きの物語見ていきたいなと思うんですが、次回のやつがね、ゲーム中のね流れ方としてはね、ピンとこない感じなんだけど、1回しか流れねえから、個人的にすげえ好きな曲が聴けるので、次回の動画はですね、このゲームの挿入歌が聴ける回としてはですね、非常におすすめの回となっておりますので、次回も何とぞ。というわけでここまでは私ヤガミンがお送りしましたが、また次回動画にて、 See you next time, see you, バイバイ、お疲れ様でした。